JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。 The next station is 海浜幕張。はい、パース系ブース。おー、すごいです。めっちゃ来てる。じゃあ行きましょう。髪当てた方が分かりやすい。なんて無理か。落ち着いて腕をパックリ割ったんです。多分日本だ。こんにちは。ねえ、はじめまして。今日はミカエルがいないんだよ。ミカエルに会いたいね。イエーイ、やっとみんなに会えました。いやー、全然いいですよ。ぶっ飛ばしてくれた。皆さん、あ、YouTuber ブースなんですね。はい。おお、なるほど。じゃあ自己紹介いいですか。ナマステ、チモカです。こんにちは、森並です。お世話になってます。ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして、まるななです。はい、よろしくお願いします。そうですよね、はい、遠くから、はい、いやー、いいですね。動画の中で見てる人が目の前にいるなんて。いや、こちらの方です。嬉しい。はい、出るようだったら言ってください。ぜひ、めちゃめちゃ楽しい。あ、本当だ。ドーベルもあった。かわいい。耳が取ってる。ここはメーカーをそこに書いてあるやつをパースベルバです。パースベルバ、あの、今新しく出た焚き火が、はい、お、焚き火台かっこいいな。そう、焚き火台こうコンパクトになってこのサイズに、はい、おしゃれ。こういう風に全部1枚ずつ入れてって、はい、最後に完成できる。おー、
これの名前がカリ、カッコカリって書いてある。そうそう、もうね、アクミ、はい、去年の12月に発売したんでカリは取ってください。わかりました、もうこれで決定ですね。もう決定です。はい、じゃあもうすでに販売されていると、はい、いいですか。え、嬉しい。楽しみ。時の場所をガイドしてくれるんですね。はい、場所をガイドしてくれる。実際に見れるものがこうやっていっぱい出てくるんです。はい、これが近づいていくと、途中でまあ黄色になって最後、はい、ちゃんとこうやって捉えてあげると、通常でグリーンに変わります。はい、あ、なりました。このグリーンだったらちゃんと合ってるから見れるよっていうふうに言ってくれてる。で、この状態でここを覗くとピント合わせて、はい、届けば星が見える。すごい。と、はい、グイッと、おお、すごい、ここに撮れる、ね、めっちゃ近くが撮れる。そう、難しいぞ。来た。おお、すごい。来た。顔が見えると。面白い。昨日もこれ食べて、正直今日お腹痛かった。やばい。カラビ玉。麺がめちゃめちゃ多いですよ。もちもち。中盛り。はい、一日のね予定だったんですけど、まさかの2日間参加になります。めっちゃもかながいね。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。ジャパンキャンピングショーが今日が12日だから3日目なのかな。3日目に参加して、はい、ただいまねホテルの方に帰ってきたところです。いや、もう本当はね、今日1日だけ参加して、うん、明日はお買い物して帰ろうっていうふうに思ったんですけど、あ、せっかく明日最終日なのかな、最終日だから明日も半日だけイベントに行って、でお買い物に行こうかなというふうに思ってます。ということで、ね、今日ね、服をね持ってきてないから、さっきね幕張の近くにあったなんかイオンモール的なところでお洋服をね買ってきました。そう、私の大好きなブランドアクシーズファームです。アクシーズファームでございます。そう、30分ぐらいでね選んだお洋服どうかなと思ったんだけど、めちゃめちゃ可愛い服見つけられたから結構大満足。はい、まずですねトップスがこちら、見て可愛くない。服がさ結構さ強いめなさファッションだけど、明日は全然違う感じでちょっとメルヘンティックな感じでいこうかなというふうに思ってます。いかがですか、可愛くない、即決。はい、次はですね、下のズッ
ズボンじゃない下の履くやつ。今日はタイトスカートで着たんですけども、明日はロングなスカートにして行こうと思います。最後はこちらのカーディガンです。めちゃめちゃ可愛くないですか。これをさっきのやつに着てゴーデート完了って感じで、明日楽しんでいこうかなというふうに思います。楽しみだね。